い、こんにちは、ゆかりチャンネルです。今日はですね、最近編んだアマビエちゃんを紹介したいと思います。こちらは無料の編み図を参考にして編んだアマビエです。この子だけちょっとくちばしはもう私のオリジナルに変えてしまったんですけど、この子たちはね、ガブガブガブって感じ、ガブガブガブって、口はこんな感じではい。で、こちらの編み図なんですけども、浜中さんのサイトに行きます。光っちゃうかな。こちらなんですね、アムユーズという、浜中さんの無料編み図が載ってるサイトになります。こちらは概要欄にもの詳細を入れておきますので、そちらから開くこともできます。これでですね、例えばレシピって押します。そして編みぐるみ、ちょんちょん、あ、間違えちゃった、これマナちゃん、マナちゃんっていう猫ちゃんがね、キャラクターみたいですね。編みぐるみと開くと、こちらにね、こんな感じ、今色はお好みで編んだんですが、好きな色で編みました。開くと、このレシピってとこを押していただくと、無料の編み図が出てきます。それを参考に編みました。でね、必要なものも結構きちんとサイト上に出てきますし、例えば他のレシピ、例えばどうしようかな、編み物ってやるとこんな感じでね、いろんなマスクもあったり、まあ、この内容がどん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 、これネクストってあるんだけど、編み物だけでもどうなんだろうね、すごい数出てくるんですよ。かわいいよ、この帽子も。本とかを買ってこなくても、お家で PDF でダウンロード、印刷、まあ、コピー機があれば印刷してもらえば手元で編めますし、まあ、スマホ内で開いて編んでもらってもいいと思うんですが、本当にすごい数いろいろあって、着るものから、帽子から、手袋から、で、編み物だけじゃなくてもいろんなものが載っているので、エコクラフト、エコクラフトっていうものだと、こういうカゴバッグだとか、アクセサリーだとこういった、私はあまり作らないんですが、こういうものが載っていたりとか、小物バッグもあります。小物、私大きいもの作らないわって人は、こういうね、小物も出てきたりします。すごく便利だなと思って、本も買わなくて編み物ができるんだと思って、すごいサービスだなと思って、ちょっと私もね、それを利用して編んでみました。で、おうち時間がちょっとね、長くなる今なんですが、こういうものを利用してね、手持ちの糸で、毛糸で編んでみるのもいいかなと思います。私もね、この編めば編むほど楽しくなってきて、何個も作りたくなってきたんですが、3つも編みました。まだ編みたいなと思ってます。はい、短いですが、今日は浜中さんのアムユーズというサイトの紹介と、私が編んだアマビエちゃんの紹介でした。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイちゃーん。